こんばんは。僕の名前は野村克也です。野村克です。よろしくお願いします。今日はですね、まあ言ったら今もワクチンができて、コロナウイルスのワクチンができて、まあ言ったら9月までにどれだけ打っていけるかっていう、で、いよいよもうコロナ、ね、2月、去年の2月頃に、まあ、中国の武漢って言われてるんですけど、まあそこからひょっこり出てきて、まあ言ったら、みんな大騒ぎになって、いろんなことを我慢したり、緊急事態宣言の下で我慢しながら来て、で、いつ終わるんやろう、いつまでもこんな、例えばその、抑制されたような生活をずっと続けなあかんのかなって思ってたんですけど、まあもし、要はワクチンを打ってしまえば、もう出口は見えてるみたいな感じなんですけど、まあこの、一年間いろんな噂であったりとか情報があって、まあ結局この現象って一体何やったんやろう、コロナって何やったんやろうっていうことについてちょっと考えてみたいと思います。まあ2020年ですよね。大統領選挙、アメリカの大統領選挙はかなり注目されてて、その年にひょっこり、まあ、コロナウイルスが出てきて、で、2020年の後半には、まあ、言ったら、結局バイデン大統領が勝って、で、史上初の8000万票、その後にぴょんと、コロナのワクチンができたっていう発表が出たんですけど、まあ、僕はこの流れを見てて、ちょっと腑に落ちないところがあって、まあね、その、まあ、その確証っていうのはないんですけど、トランプ大統領に対して、その後、まあ、いろんな議論があって、まあ、選挙に不正があったってトランプ大統領は主張して、で、まあ、陰謀ですよね。でも結局はその証拠って、確たる証拠っていうのは、まあ、見つけられなくて、トランプ大統領がたくさん裁判を起こしても却下されていったわけなんです。でもまあね、みんながその頼りない バイデン大統領が当選8000万票も取って当選して、まあでもまあ言ったら、そこでまあ陰謀論がバカにされだすわけですね。結局その陰謀があった、結局例えばその何か不正をやったんじゃないのかみたいな、そんなことできるわけないだろうみたいな、結局負けた、トランプが負けたじゃないかみたいなことを言ってるけですよ。で、陰謀があった、選挙に陰謀があった派も、陰謀がなかった派も、認めてることは、もしコロナがなかったら、トランプ大統領は、2期目、要は4年、合計アメリカ大統領って8年なんで、まあ、8年やってたんじゃないのか、みたいな話なんですよね。で、ちょうど2020年に、ひょっこりと、コロナウイルスっていうのが出てきて、多分なかったら、経済も好調やったんで、そのまま、ね、バイデンを破って、2期目の大統領、まあやってたと。で、この、もしコロナがなければっていうのは、陰謀があったんちゃうかって、選挙に不正があったんじゃないかっていう人も、そんなことあるわけないだろうっていう人も認めて、大体認めてることは、もしコロナがなかったらっていうことなんですよね。で、そもそもコロナって、まあ要は結局始まりっていうのは、中国とフランスが共同で、フランスが技術供与して、武漢に研究所を作るっていうことを、まあ委託したらしいんですよね。それが途中で、まあその契約上のことで中国とフランスが揉めて、その建設半ばで、その武漢のウイルス研究所の建設からフランスは手を引くんですよね。で、残った工程を中国の会社が入って、まあ完成させたみたいな形で、で、結構、なんて言うんですか、まあちょっと施設にトラブルが結構あったっていうのと、何年か前に鳥インフルエンザっていうのが、北京の近く、まあ、韓国とかでも流行ったんですけど、その鳥インフルエンザっていうのも、結局北京にウイルス研究所があって、まあ言ったらそれが、
まあ漏れたんじゃないかみたいな、まあことが言われてたわけですね。で、なので結局まあたくさんの人っていうのは、まあ要は鳥インフルエンザは中国の北京から漏れたんかもねみたいな。でそこでまあやっぱしその武漢にもそのウイルス研究所があるんで、もしかしたら何かあったらどうしようみたいなことは考えてる人っていうのはいて、でその危険性っていうのはもう言ったら何年か前から指摘はされてたらしいんですよね。管理体制がどうなんだみたいなところを。そこでアメリカでまあウイルスの増幅実験みたいな、機能獲得実験みたいな、いわまあ細かいテクニカルなことを発しょるんですけど、まあ要は結局まあ結構危ない研究をしてて、アメリカ国内でそういう危ない研究をするなみたいな形で言われたらしいんですよね。で有名な細菌学者のアンソニー・ファウチっていう人ですかね、まあその人がやってるんですけど、アンソニー・ファウチですね。でアンソニー・ファウチはまあ言うとアメリカ国内で研究をするなよみたいなことを言われたんで、結局その研究を中国の武漢に持っていくんですよね。でまあもともと建設のウイルス研究所っていうのは建設の段階から危ないってまあ言われてたんですけど、まあそこに委託してまあ言うたらそれが漏れたんじゃないか、多分その線が多分濃厚やと思うんですけど、まあもし漏れたとしてもなんて言うんですか、結局その漏れたとなると結局その問題になって自分たちの責任を追及されるんで、まあ言ったらそっちは隠蔽して、まあ要はその海鮮市場で昔からその中国ではそういういろんな動物食べてるんで、そっからまあ自然発生したっていう風にしてしまえば、まあ事故やから、まあね、そこは責めれないんで、まあ言ったら、その責めれないんで、言ったら、そこにそっちに持って行って、これは事故やった、もう次からやりませんで、まあ言ったらその終了みたいな形に持っていこうとしてるんじゃないか。で、多分、そうなってくると、もし研究所から漏れたということになったら、アメリカと中国が世界に対して謝らなあかんということになってくるんですね。ってなれば、まあ言ったらアメリカの方としても動物由来やって、まあ言うことにしてしまえば、まあ丸く、まあ収まる、丸くはまあ僕らからしたら納得できないところはあるんですけど、まあ多分そっちの方に持っていくんじゃないのかなって、まあいうのはあります。多分、でも、一応信憑性的に言えば、多分やっぱウイルス研究所は建設の段階から問題があって、やっぱし、そこから漏れたっていう線が濃厚なんですよね。で、なんでそう過剰に隠すかっていうのは、その研究っていうのに、軍事が関わってたっていうのもやっぱ大きな理由としてあると思うんですよね。まあでも、ね、もしコロナが、まあ大統領選挙に戻るんですけど、まあもしコロナがなかったらトランプ大統領は2期目をやってたっていうことなので、まあちょうどそのね、いいタイミングで漏れてきて、まあ反トランプのあの人はアメリカ国内にも、まあ中国とも言った関税の問題でバチバチやってたんで、まあ言ったら落としたい人はたくさんまあいたわけですよね。ただもしなかったら、多分2期目の大統領をやってただろうっていうことですね。はい、今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。